おはようこんざです、パラレルです。さあ今日は NGT の10枚目シングル一瞬の花火を開封したいと思います。ということでね、オフィシャルショップ限定版が届きまして、特典のねチェキ風生写真も封入されていたので開けていきたいと思います。今回おしゃべり会は6枚撮ったので CD も6枚ですね。では見てみましょう。はい、こんな感じですね。表題曲は一瞬の花火で、カップリングが涙が枯れるまでそばにいるですね。ではちょっと開けてみたいと思いますね。あ、こんな感じですね。はい、はい、カップリングは誰が歌ってるかをちょっと知りたいので見てみたいんですが、あ、書いてありました。まず表題曲一瞬の花火は選抜11人歌ってますね。でカップリングの涙が枯れるまでそばにいるは、はい、こちらのメンバーになってますね。1期生もいれば2期生ドラさん3期生も入ってますね。はい、4期生以外の曲みたいですね、どうやらね。後で聴いてみたいと思います。はい、曲の方ですが、そうですね、どういう曲、あのマックスのあの夏へとっていう曲があるんですが、それに近い感じがしますね。はい、ではチェキ風生写真見ていきたいと思います。まずは杉本萌さんが当たりましたね。ちょっとね推しメンじゃないのでちょっとねがっくりしますが、人気のメンバーなのは間違いないですね。で次いきますよ。じゃん、お、リリカちゃん弾けた、嬉しい。はい、鈴木リリカちゃんは今ねガタチューブという番組で毎週のように出てますね。バズタイムズというコーナーがあるので、それでいろいろロケしてますね。YouTube でもね上がってるのでね見れると思います、ね、大好き新潟チャンネルで検索してみてください。めっちゃ可愛いでしょ、本当にめっちゃ可愛いね、本当に。はい、次行きましょう。はい、4期生ですね、大竹駒さんですね。元気印っていうイメージかな。はい、次は、あ、ジュナちゃんです。これも4期生ですね、麻生ジュナちゃん。はい、で次がじゃん、あ、これ磯崎奈々さんですね。これも4期生で今回のシングル一人初選抜されました。はい、おめでとうございます。で最後は、あ、木本優奈さん、はい、3期生ですね。ということで3期生と4期生が当たったわけですね。はい、こっちが3期でこっちが4期でしたね。はい、そういった感じでした。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったと思われた方はグッドボタンを、また開封動画紹介動画を見たいと思いましたらチャンネル登録していただき、次の動画をお待ちいただけると嬉しいです。動画のコメントもねお待ちしております。それではさよなら。